大学対策比較。今回は同志社大学と立命館大学の全学部日程の理系数学について比較をしていきたいと思います。国公立の併願で受ける場合や論述が得意な人向け、融合問題や計算が難しい問題で数学で差をつけたい、数学を武器にしたい人向けの同志社大学と、センター試験形式で誘導があった方が解きやすい人向け、素直な問題をミスせず解ける人向けの立命館大学、この2つ比較していきたいと思います。よろしくお願いします。武田塾チャンネル。ということで、はい、まあ、まず配点とか、はい、その辺から見ていきましょうか。はい、はい、配点は同志社大学の理系数学の場合、450点満点中150点が理系数学、うん、立命館大学の場合は300点満点中100点が理系数学となってます。うん、配分は同じですね。両方3分の1そうですね、ですね。はい、はい、で試験時間と大問構成は、同志社大学の理系数学の場合100分間、で大問が全部で4題、出ており、うんうん、大問1が答えのみ、うん、で大問2から大問4が記述式の問題構成となっています。で大問1は小問集合ですね。そうですね、はい、うん、はい、で立命館大学の理系数学の場合は試験時間が100分間、で大問構成が全部で大問4題、出ており、空所補充形式の問題が、全部ですね、まあ、答えを、まあ、数字で埋めるだけみたいな感じですね、はい、はい、というような形になってます。で小問集合がないと思うんですよ。はい、結構これも特徴ですよね。小問集合がない大学ってね、はい、結構ね評価してる中でもなかなかないかなとは思うんですけど、はい、はい、うん、で記述ばっかりの方と記述が出ない、まあ、記述っていうか論述が出ないっていう、はい、この2つ、はい、まあ、明らかに違いますね。もう大きな違いですね。一般的にでもやっぱその理系は特に国公立をやっぱ前提に考える人が多いじゃないですか。カンカン取り付ける場合でも、はい、だ私立オンリーで受ける人っていうのは結構やっぱり文系と比べると全然少ないですね。そうですね、はい、で考えるとその同志社の方がその、まあ、国公立の対策してたら国公立の対策してたらまあ同時にやれるようなものなのかな。そうですね、はい、で問題の難易度っていう意味で言うとやっぱり、ね、ちょっと同志社の方が難しいかなっていう、まあ、どっちも聞いてくること自体標準なんですけど、ちょっとね計算がきつめなのと、まあ、融合とか出るっていうところあ、そうですね、はい、があって、であと証明とかね図示問題とかも論述があるってことが出てくるってことなんで、はい、まあ、この辺はやっぱちょっと対策いるかなみたいな、はい、うん、数学ギリギリでこう届かせた人とかだとやっぱ苦手とするところが割と出てくるかなっていう感じですよね。出てくる分野に関してはどっちもあんま変わんないですね、うんうんうん、微積なんかのとか複素数とかの関数形が一番出やすくて、でベクトルとか数列とか確率あたりがまあそこそこ出てくるかなみたいな、うんうんうん、やはり両方とも数三の出題が目立ってましたね、うん、で関数関連で結構セット出てきたりとか、ね、融合出てきたりとかっていうのも結構出るかなみたいな、はい、ですね、うん、で一方立命館の方が割と問題集に載ってる形式まんま、かつその答えが記述のみでいいみたいな、はい、数字のみでいいみたいなのが多いから、はい、割と対策はしやすいのかなみたいな、うんうんうん、なんかこう一番わかりやすく言うとセンター試験の形式とすごく似てるかなっていう印象を受けました。うんうんうん、それが難易度上がってね。そうですね、うんうん、あの立命館大学レベルの問題の、うん、数三まで含まれたセンター試験というような形で、うんうんうん、センター試験の特徴っていうのは、うん、誘導がしっかり書いてあって答えだけ埋めればいいって形なんで、うん、その答えの前後とか、ヒントがたくさん隠れてるじゃないですか。立命館大学も同じように、空欄答えとなる部分の前後を見れば、うん、ある程度解き方や考え方のヒントが隠れてる、そんな印象を受けましたね。でってことはですね、立命館大学の方が差がつきづらいんですよね。あ、確かに、はい、うん、みんな取れるじゃん結構みたいな感じになって、はいはいはい、同志社の場合だとやっぱその解ける人と解けない人で結構問題が分かれるかなみたいな。あ、これ分かりますね、同志社の、うん、はい、なのでそういう意味で言うと多分数学をもともと対策してて武器にしたいって人だったら同志社の方が稼げる分いいかなみたいな。逆に数学がね割と追いつかねえとか苦手だみたいな、うん、ね、理科とかでちょっと稼ぎたいなって人だったら、はい、まあ、立命館の方が対策、うん、しやすいのかなみたいな。そうですね、立命館大学の場合ある程度解く方針がもう問題の中に隠れてるんで、うん、そういった意味ではこう苦手な人でも取り組みやすい問題になってるかなと思います。
からね、同じような、大学でもね、一般的にカンカン同率って言ってもやっぱ結構やっぱ見てみると違うのかなみたいな、はい、感じはありますよね、はい、高田先生はどっちがいいですか。いや僕やっぱり国公立目指してたんで、うん、やっぱ記述の数学には自信あるんですよ。おそういう意味では同志社の方が周りと差をつけられるんじゃないかなと思いますね。どうせなら稼ぎたい方、稼ぎたい方ですね、うん、あ、はい、なるほどね。というわけでね、皆様はどちらの大学の方が、まあ、自分が対策しやすい、向いてるっていうふうに思いますか、はい、ぜひアンケートで答えてみてください。今回は以上です。逆転合格 .com 受験生の皆さんが気になる参考書の使い方やカリキュラム全て公開中です。役立つこと間違いなし、ぜひ皆さん見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでください。